皆さんのお求めは、民主党代表選挙の共同記者会見についての感想を述べようということでしたので、端的に、一言を申し上げたいと思います。私は今日の暮らしの困難危機というものについて、やっぱり心を寄せて、なおかつその打開の方向、道筋を明らかにするというのが今一番政治に求められているんだと思っています。そのことが両者とも語られなかったというのが最大の特徴ではないかと思っています。他ありましたら何か質問があれば。両候補とも政策を発表されてますが、お二方の政策を見まして何か感じるところ、思うところあるでしょうか。確かにね、政策の書きぶりやその他は違いが、それは皆さんあってほしいと思っておられるし、あると思ってるんでしょうけど、私が見た最大のポイントはやはり例えば今お話しした暮らしの問題で言いますとね、生活第一と衆議院選挙のスローガンを再び小沢さんは出しています。でもどういうふうに今の暮らしを打開するのかという方向は見られていません。また菅さんで言いますと雇用ということを書いてますけども、今の雇用の困難な状況について、例えば派遣労働をどうする、それから多くの方々が求めている均等待遇や今日の雇用拡大の問題についての具体策が見えていません。一つそれがあると思います。それから二つ目に、やはりみんなが注目している普天間、この問題については、今日討論共同記者会見の中で質問がありました。その質問に答えたところで、やはり日米合意がスタートだということで菅さんおっしゃいましたし、で菅さんの小沢さんに対する質問は、じゃあ元へ戻すということなのかということですと、違うということを言っておられましたから、一番大きな違いと見られていた問題についても あんまり変わりがないということが出てますよね。それから3つ目に、政治と金っていう問題でした。でこれは小沢さんは従来の主張を繰り返しただけで、何の反省も見られないというのが特徴ですね。ですから今日の説明、共同会見における発言の中でオープンにしてきたと、こればっかりですよね。もちろん国策捜査の問題や判断をしたんだからということを、いつもの調子で言ってましたけど、オープンにした内容がもともと違ってたということが事の発端であったわけでね。で何の説明にもなっていないと思いますね。で片や少しクリーンな形でっていうことをわざわざ政策の第一のところで、民主党らしいクリーンでオープンな党運営、運営の問題も書いてますし、クリーンな政治に向けた改革と書いてますけども、だとしたらこの間民主党として取ってきた、態度、つまり私は、改めてこの問題についての基本に立ち返った場合、小沢さんが出るか出ないかが焦点となるような民主党の代表選挙のいわば真相といいますか、深いところの意味というのがここにあるんだろうと思うんですね。結局国民の目からした場合ね、説明責任は何も果たされていないと。そして政治と金の問題について、その説明責任を果たす上で民主党として一緒に共同して、責任を負ってきた菅さんが何ら明らかにしてないと、明らかにすべき努力をしてないということも、これは見ての通りです。ですから共同、この小沢さんがいわば政治と金にまつわる問題の
疑惑の渦中の人でありながら出馬する、それが焦点となるという民主党の体質に問題あると思いますね。ですから違いというと少しの差はそれはないことはないわけで、だから立ってるわけでね。だけど大枠のところで言うと、今言った暮らしの問題や普天間の問題や政治と金っていう問題についてさほど言われているような大きな違いはないっていうことがあるんじゃないでしょうか。政権と二分する争いではないかというような見方が強いのですが、代表選後の政局、共産党の対応についてですね、何か思うところをお願いしたいのですが、政権と二分するっていう意味ではね、どう考えたかって、そりゃそうなんでしょう。あまりそれについて我々がとやかくね、言うつもりはないんですけど、ただ、先ほど言いましたように、小沢さんが出るか出ないかが焦点となっているという話をしましたよね。そういう異常さといいますか。でこれは政治と金にまつわるだけじゃなくて、普天間に見られるように対アメリカとの関係でもそうですよね。でそういう点でのやはり、まあ、コップの中などと言ってきちゃ叱られちゃいますけど、そういういわば争いであって、その意味で手法が違いますから、対応は違うということは我々としては当然あると思いますよね。でだけど基本的枠組みとしての政策、そして政治的なやり方っていうのはこの間変わってないわけですから、だって一緒にやってきたわけですから、そういう意味で言うと結論から申せば、我々としてはきちんと国民の今の暮らしの問題の解決、それから普天間問題についての県民の要求の実現、そして政治のやば政治と金という問題についての根本的解決という旗印は掲げていきたいと思っています。でその場合にやはり政治の根本的転換が必要だという立場から臨んでいきたいと考えています。ではこんなもんで。